僕なんか、水泳勝つんだよ。なんでかって言ったら、バシバシ呪文の水を泳いだら、波がすごくそんなに泳いだな。自分で勝手にいやここにいた後、マスターが締めの寿司を食いに行かまれる。大好きな寿司を、ね、寿司が美味しいって言ってるね。最近トウモロコシも美味しいって言うから言うな。最近全部見たっすね。お前らめっちゃ嬉しかったみんな。全部見たっすね。いやマジで大分俺本当何回見本当ですか。でそんな動画ありましたっけみたいな、ここにあるやつみたいな。ありますね。ラインでうちのスタッフ全員でこれ動画あるよ。六兆円で。なんか結構人気な店なんですけど、俺結構断られるんですよ。なんで？どこどこ？見かけじゃない？どうだですか？それが YouTube してるっていう。じゃあそうそう。断られません？ごめん。一度もない。一人で行ったことある？一人で行ったことない。一人で行ったことありますか？断られる。一人で。爽やかですけど。でも格好が爽やかでいいけど。それでもそれでも。俺結構あんま爽やかな格好じゃなかったりするんで、なんかその、とか帽子かぶったりとかさ、かわいさの、かわいい、あ、急に見せてね。でも、デートもあるんですよ。結婚してるんですか？はい、結婚してるんですか？昔はですね。もう違うのあれじゃない？今、めっちゃもう、モテモテで遊びまくるじゃない？だからもう。あ、それはミスターそのではさすがではもう学校にずっと本当にやるんですよ。もう長崎に来ないだからもういい加減してくれるぐらいですから。今分かるでしょうね。今ね厳しいもんね。だからもう試合で負けた時なんか飲みたいじゃないですか。そういうことあるんですよ。負けてもんな大体いつもバタフライしようと。すごい。でも僕なんか水泳勝つんだよ。なんでかって言ったらバッシュバッシュ呪文の水で泳ぐから波がすごくて隣人泳げないんですよ。俺バッシュバッシュ泳げるんですよ。波で水が波で水が両手が進まないんですよ。協定のコーナーじゃないですか。波乗り越えるから3号艇やったら最悪ですよ。周り最悪ですよ。踏み込んだらまずどうしちゃってられますからね。そう普通の家もこれだったらこれぐらいでいいんですよ。普通の家もずっとこうやって膝ぐらいですよ。分からんだよね。それでお風呂はひとたまりもないよね。だから節約できるともうこの風呂からできる。そうか。今度の台風がもう全然平気じゃん。先生入ればもうブーンってこれぐらいででもあれも、でもデブが入ってバッシャーって快感なんですよ。であのシャンプーのあれがブラブラッ流れるんでしょ。ボトルがね。快感で自動で水が継ぎ足されるやつだとすぐ出てきますよ。熱いっちゃけどみたいな。でも100キロある自分よりおかしい。100キロあるようなデブには見えない。ちょうどいいデブでしょ。完成されたデブなんですよ。完成された。デブの完成形。92キロ。これがデブの完成形なんです。暗い。例えばマスターが YouTube で100キロ以上の人を集めて実況大会とか優勝するしない。ああでもそうでしょうね。100キロ以上陸上大会とか100キロ以上水泳大会とか、なんか優勝するしない。そういう企画してくれたら。